伊田川は、岐阜県及び、富山県を流れる一級河川。神通川左岸の支流である。岐阜県日田市河合町山中の白子峠に源を発する。岐阜県内では、原山本や、富山県富山市八尾町、大八瀬地区では、大長瀬川、室牧地区や人志府地区では、室牧川となり、富山市八尾町高熊で野住川を合わせ伊田川となる。 合流から少し下流のところで、くぶす川を、富山市府中町麦島で山田川を合わせ、富山市日踊島で神通川に合流する。古くは、この川の守護神、咲田姫に由来した咲田川と呼ばれていた。後に、咲田が最多となり、差が取れて、いたとなったと言われている。昔は、出水が多く、上流から下流近くに住む、人々の暮らしに、 大きな影響を与えた。1950年に国土開発法が制定され、富山県は全国に先駆けて、地産地水、利水、水力発電を中心とした県土総合開発計画を策定し、その最初の事業として、室町川や山田川を対象とした、井田川総合開発計画が作られ、1953年から事業が開発された。中心は、 アーチ式の室巻ダムの建設が中心で1958年から約4年をかけて竣工。他にも、砂防園庭や発電所の建設などを行い、1963年5月、総事業費74億円をかけて完了した。これによって、電力や農業用水の確保、工業用水や洪水災害の調節に大きな成果を上げている。1981年、 県営管外排水事業を取り組み、富山市青町上高前寺に1990年から1992年にかけて、総工費11億円をかけて、ラバーゲート構造の取水施設、井田川愛口投資工を完成させた。他にも取水施設がある。山吹橋と山の紅葉。ありがとうございます。